これまでの戦いに対して報酬がある。戦士の誉れだ。人を助けて我が生涯を閉じられるのならば本望だ。いや、不義の騎士にはむしろ過ぎた名誉か。忠を尽くすべき祖国と王を、その手で滅ぼした不実の騎士に、生を許される道理があるはずもない。団長殿、折り入って頼みがある。なんだ、改まっちまって何かあったのか。気空団から脱退させてはもらえないだろうか。脱退なんでだよ。何か嫌なことでもあったのか。嫌なことなどないさ。むしろ君たちには十分すぎるほどよくしてもらった。だからなんだ。何かやりたいことがあるんですか。アルスターと、かつてアイルスト王国があった島へ向かおうと思っている。アイルスト王国って、前にノイシュさんが騎士として仕えていた国ですよね。ああ、そうだ。そして私が滅ぼしてしまった国でもある。なあ、その滅ぼしたって話だけど、どういうことなんだ。そりゃ確かに兄ちゃんは強いけど、さすがに国を一人で滅ぼすなんて無理じゃねえかと思うんだけどよ。それにノイシュさんがそんなことをする人だなんて全く思えないです。そうだな、事情を語らなければとずっと思っていた。語ることができなかったのは、ひとえに私の心の弱さゆえ。許してほしい。いえ、無理に聞こうなんて思ってませんでしたし。でもノイシュさんが思い詰めているのを心配してるのは本当です。ありがとう、ルリア殿。あなた方の優しさは私を救ってくれた。だからこそ私は過去に向き合わねばならない。始まりは、国王コノール様が私にディアドラと呼ばれる竜の討伐を命じたことだった。ディアドラは大きな力を持つ竜だが、私が知る限り人を襲ったことはない。え？じゃあなんで王様はノイシュさんにそんな命令を。コノール王は焦っておられたのだ。ご子息のセルエル様とご息女のヘルエス様、お二人に国民の人気は集中し、私もまたお二人のそばに仕え、民の信頼を受けていた。それが王から見れば己の立場を危うくするように見えたのだろう。なあ、じゃあそれ八つ当たりみてえなもんじゃねえか。だが私は国に仕える騎士として、アイルストの長たる王に忠誠を誓う身。命に背くなど思いつきもしなかった。そして私はディアドラの巣に乗り込み、戦いを始めた。血で血を洗うような激しい戦いだった。最後この槍に手応えはあったが、私も同時に倒れ意識を失った。倒れている間にどれだけの時間が流れたかはわからない。数時間か数日か、目覚め体を引きずって国へ戻ろうとしたが、あるべき場所に国はなかった。押し寄せた魔物に荒らし尽くされ、美しかったアイルスト王国は見るも無残な姿になっていたんだ。そんな、どうして突然そんなことに。おそらく
強大な力を持つディアドラの存在が魔物への抑止力になっていたんだ。そうとも知らず、かの竜を倒した己の愚かさを呪った。そして私はせめてと思い異例の旅に出たんだ。その旅の途中でオイラたちに出会ったんだな。そうだ、君たちに命を大事にしろと言われ、共に旅を続けて、私は異例という言葉は言い訳ではないかと思い至った。罪から逃げていたのではと。ノイシュさん、これ以上目を背けるわけにはいかない。だからこそあの島へ、アルスター島へ戻りたいんだ。まさか同行してくれると。だがそれではイスタルシアを目指す君たちの旅を中断させてしまうことになる。気にすんなよ、そんなこと。仲間だろ、水臭いぜ騎士の兄ちゃん。すまない、そしてありがとう。これまでの戦いに対して報酬がある。戦士の誉れだ。受け取ってほしい。